ISFP 外交感覚を伴った内向感情タイプ、思考の序列としては F 好き嫌い、で次に感覚、まあこの辺かな。はい。で次に来るのが直感機能、ちょっとだけこの俯瞰する感じですかね、サマータイムレンダー俯瞰、僕は多分、はい、俯瞰しろ俯瞰しろって多分言ってるだけですけどね、俯瞰してない俯瞰してない、分かった分かった、はい、俯瞰しろって言うのやめろって、はい、俯瞰ってなんだとか思ってますよね。そうで、あとは思考機能が最後、っていうこの ISFP さんの組織への貢献の仕方としては、組織のメンバーから随時上がってくる要望に応える、他者の幸福を思って行動する、密かに楽しんで仕事に取り組む、天性の共同精神を持って人と仕事に当たる、組織において人をどう遇するかに関心や注意を払う。やっぱりこれを読むとね、やっぱりこの人にっていうのが気になるんですよ、はい、混ぜてはダメですけど、はい、混ぜてはダメなんですよ、はい、あなたの転職が分かる16の性格、うんうん、これは MBTI ではございません、はい、16タイプ混ぜちゃダメなんです、うん、もう分かってます、うん、申し訳ございません、謝罪した上で、うん、ここで ISFP を読むとね、うん、調和を願う繊細の人、不言実行の控えめで温厚な人とあって、うん、どうしてもなんかこの自分なりの価値観を持っていてチームの良きメンバーになる、うん、地味で控えめ辛抱強い中立的な態度、優しい思いやりがあるっていう、なんかこの、うん、僕の中で自我を押し殺した人に見えてしまうんですけど、この多分それをやることで、はい、自分が輝けると思ってる、必要とされてる、これをやることで人に優しくすることでモテるみたいな、ああそこが自我っていうことなんですね、はい、そっか、うん、なるほど、だからこの二等兵がこう変な人になった方がモテるみたいなのと同じような感じで、女の子には優しくした方がモテるみたいな、誰か僕のこのメンバー内での輝きを誰かが見てくれてるはず、うん、はずみたいな、でまあ多分タイプってそういうもんじゃないかなと思うんですよね、うん、なるほど、というこんな ISFP さんのリーダーシップスタイルは、うん、相互に協力し合えるチーム体制を好み、自分の誠実さを持って他者を動機づける、批判するよりまずは奨励し褒める、その場の必要に応じて対処、他者の善意をやんわり引き出す、この ISFP さんのラーニングスタイルは新しいことは密かに実際にやりながら学ぶ、何が人を支援するかに焦点を置いて実践的に学ぶことを好む、密かにっていうのがポイントですかね、うん、やってますって、やってますアピールとか、はいはい、やりますって言うんです、うんうん、やらないけど、うんうん、多分この辺なんでしょうね、うん、なるほど、というこの ISFP さんの課題解決のアプローチとしては、自分と他者両方にとって大切なことと照らし合わせて判断するために、 F 事実や体験したことに基づいて実際的な観点を収集して S 解決しようとする、あでもなんか僕もね、うん、課題解決するときは、うん、多分ねこの今までどうやってやったらうまくいったかな、うんうん、みたいな、うん、電話帳から探すことが多いんですね、うん、なんか S な感覚はちょっとあるんですけどね、うん、また ISFP さんの課題解決アプローチとしては、より良い、もっといい方法に導く、うん、より良い解決に導くには今考えられること以外の解釈や洞察および可能性を考慮に入れたり、うん、N 原理原則に基づいて自分の気持ちや他者の気持ちとは関係のないところで判断する、 T、うん、必要があるよと。ではこの ISFP さんがこの無職場環境、静かに各自の仕事を楽しみ相互で協力し合って
仕事が推進されることが求められる。一人で仕事を進められる空間がある。自分と馬が合う人がいる。柔軟性に富んでいるが故障もされている。神秘的で心を動かすような感じがする。思いやりがあり親切な同僚がいる。実際的な結果を出すことが奨励される。何がポイントなんですかね。静かな感じでチームワークがいいような、うん、で一人で黙々とできて、うん、自分と同じような価値観で馬が合う人がいて、うん、かといって杓子定規じゃない。誰でもそうじゃん。誰でもそうですよね。誰でもそうじゃんって今、うん、思ったりしましたけど、はいはいはい。ただこの ISFP さんの考えられる弱み、うん、信用しやすく、うん、騙されやすいところがある、うん、対立を避けるために必要な他者批判ができない、しない、うん、事実を超えた物事を全体性を見過ごしてしまうことがある。事実を超えた物事の全体性を見過ごしてしまうことがある。傷つきやすく大げさに自己批判するところがある。なるほど。そっか、やっぱりこの F っていう部分が、はい、うん、まあこの F も合理性だよっていう、うん、F も合理性、合理的に決めるための機能、うんうん、F、まあ、要は感情が優先だって話ですよね。はい。でもスピーディーに決めるために F を使ってるわけですよね。うん、まあ、スピーディーと合理的っていうのが違うかもしれないんですけど、あ、そのまあ F はまあこれあのソシオの時に話したやつですよね、はい。でまあ、あれはこう価値観とかを、まあ、目的じゃないですか、はい、合理的、合理性って、はいはい、目標、目的達成するためにどうするかを重視するみたいな感じなんで、価値観、自分の価値観がゴールなんで、その F も合理的、 F で合理的もある。このよく内向的な人が、はい、よくこの傷つきやすい、うんうんうん、で僕結構イコールで見てるんですね、はい。まあ、ISTP は別なんですけど、はい、ただこれ同じ ISTP と同じ SP なんですよ、うん、はい、 SP 型、うん、でも傷つきやすいんですね、ISFP。 そう、はい、って思ったんです、うん、あ、 SP、 この SP は傷つくんだと思って、うんうん、でね、この本にでも SP 型は職人タイプでその点が強い、まあ、楽しむタイプみたいな感じですよね、うん、と思ったんですけど、SP、うん、あ、傷つく方なんですねと思って、うんうん、F があるからなんですかね、うん、どういうところに傷つくんでしょうね。まあ、やっぱり T の人って、はい、別にもうそこ悩まなくていいじゃんみたいな、もうこれはこういう風でこういう風になっちゃってるんだから、それすら判断できるっていう、うん、それすら判断できるというか、もうそうなったものは分かんないですけど、僕の感覚的にはもう失敗したら失敗したじゃないですか。人にどう見られるとかって、もう実際の生活の中に影響なければもうそんなものは気にしなくていいな、できるけど、こう感情の人はそこを感情で受け止めるから、やっぱり人が悪く言ったら嫌な思いするしみたいな、人が嫌な風に思ってんじゃないかなみたいな気にするんじゃないですか、ね、でも隊長は感情を持ってますよね。感情はあります。僕も思考ありますよ、はい、それで考えることは可能ですし、うんうん、因数分解だって言うんですよ、はい、問題は、うんうん、どんどんちっちゃくする、うん、でちっちゃくしてバラバラにしたものを個別で見て、うん、そうすると順序もつけれるし、はい、大したことないっていうのも分かる、うんうん、っていうのも分かってるんですよ、うん、でも傷つくんですよ。でそれをまあできてないって話じゃないですか。あ、まあ、その辺をなんか自然とやってるみたいなところはある。なるほど、因数分解をね、うん、因数分解を、まあこれしょうがないよなって、ダメなものはダメで諦めて次みたいな。確かにこのただまあ感情の人がいいのは、うん、この人たちは塊で見れる、はい、っていうのは、うん、よく三島由紀夫に出てくるんですよ、はい、思考は、うん、遅いと、うん、まあそうですよね、はい、うん、因数分解する分だけ、うんうんうん、もう塊で見て決めちゃえるっていう利点がありますよねって、はいはい、うん、まあ利点なのか特徴ですね、うん、まあ特徴ですからね、はい、どっちがいいとかっていう話じゃない、ないですね、うん、はい、すいません。でこの ISFP さんの成長のためのヒント、はい、他者が提示する情報を批評したり分析する力をつけよう、うん、
批評分析因数分解ですよね、うん、はい、この因数分解はね、最近このツイッターでフォローしている高松さんという、はい、最近あの本屋さんに行くと、コンサルが3年で学ぶ大切なことみたいな本が結構ビジネス書で1位を取ってるんですけど、その方の本の中にも、そのコンサルがやるのは問題の因数分解だと、いかにバラバラにしてその解決しなければならない問題だけを見つけるかっていうのをおっしゃってますね。で、他者に否定的なコメントをしたり直接的な対立は回避しながらも主張を伝えられる力を開発しよう、コンフリクトマネジメントとありますね、他者に批判的なコメントをしたり対立をしないようにちゃんと主張を伝える、黙るじゃなくてイラッとさせるコメントをするじゃなくて、ちゃんとしたことを言えるようにする、だから黙るからじゃないですか、黙っていうから それですよね、はい、あの MBTI 公式の先生は言いますよ、左手ですよ、利き手ですよ、そういうとこなんでしょうね。で、あとはもっと対極的に将来を見据えた視野を持つように努力する、他者に対して自分の考えを主張したり自分自身に対してもっと 自信を持つ。そしてはこの F が、はい、この自分の自信っていうのを邪魔してるんだろうなっていうのは、とても感じてるんですけどね。まあわかんないですよね、そこは。 F がどうしてもなんかこの F の方が早いんですよ、F って価値観じゃないですか。あと価値観って難しいんですよ、見てね、因数分解しなくてもわかるんですよ、で難しいじゃないですか、価値観って捉え方とか本当にこれでいいのかとか、はい、でなんか論理って簡単じゃないですか、これがこうなったらこうなるみたいな。まあなんか、はい、そうですね、はい、だからこう難しいこと考えてんじゃないかなと思うんですよ、 F の人の方が、まあ、顔色とかね、そう読みにくいところを読もうとしてるみたいな、目の動きとかね、人の気持ちとか、はい、で何がいいとか悪いとか、何がいいも悪いも分かんないじゃんみたいなことを思ったりするんですよ。はい、やっぱりその辺なんでしょうね、うんうん、F の人頑張りましょうね、はい、僕も含めて、